はい、皆さんこんにちは、のべんです。のぶながの野望大使、やっていきますでしょう。さあ、豊臣家との戦いが始まっております。で、包囲網でもって、秀吉様を苦しめようと思ったんですけど、逆にね、秀吉様の領土が広がってしまいましたな。ピンチをチャンスに変えましたな、秀吉様。さすが、あっぱれでございます。で、ここ、浮竹、これ滅ぼされちゃうな。まあ仕方がないか。よし、やっていきましょう。さあ、やっぱり、浮竹滅ぼされた。くそ。悔しいなあ、これは。で、朝廷より使えるものが来た。簡易か。まあ、金はあるから買っておこうか。はい。さあ、ここから、秀吉がどう来るかな。で、吉川家との同盟が完了した。さあ、前田利家も死んだか。ああ、でも前田利家が死んでも、秀吉様はまだ亡くなってないな。これは長生きするな、秀吉様。いつか直接バトルするかもしれない。はい、春。さあ、来た、細川。細川家が狙われてる。大丈夫かな。力を貸すぞ。さあ、津崎殿、頑張って。そこには細川雄斎さんもいるからね。で、六階堂の城と将兵を借りたいのですが、ああ、いいよいいよ。そんだけでいい？じゃあこれで3万2000か。じゃあ条件は、まあ無条件でいいや。うん。かたじけない。さあ、なんと、礼はいらないと申されますか？うん、いいよいいよ、頑張ってね。その代わり勝ちなさいよ。大丈夫かな？頑張れ。さあ、まず、この立花椿ちゃんと毛利勝長の戦いどうなるかな。兵数的には私の方が断然上なんだけどな。さあ、戦いになったよ。さあ、これはどうなる？負けてるよ。マジか。ちょっと、なんとかなんないかな。先生、まだできないか。もう、細川家問われるな。椿ちゃん。さあ、なんとか、細川家を救いたいけども、戦線できる？よしよし、コアが解けてた。オッケー。やっと解けた。我らの力、さあ、秀吉様、ご加護願おう。さあ、秀吉様も来るぞ。国力第一が来るぜ。で、徳川、国力第二があっちについちゃった。助太刀。毛利家、ありがとう。で、吉川家もありがとうね。さあ、細川家を助けるぞ。じゃあ、まずここ。もうすぐ向かってほしい。じゃあこう、一番初めに行けるのは誰？6日後、勘兵衛か。さあ、行けるかな？まあ、なんとか大丈夫だとは思うけど。もう一舞台ぐらい、つけとこうか。はい、これで、大丈夫でしょう。はい。さあ、どうかな？じゃあ次は私たちは、じゃあこの辺行こうか。下津以上。で、兵糧がだいぶちょっとあれだな。もうちょい減らそうか。よし、これで4万9000か。うん、いいでしょ。で、ここで援軍も回ろうか。はい。これで、金銭4100、6000、8000。で、これで2万9000か。よし、ありがとう。じゃあ、こっから、じゃあ、この岡山城を攻めましょうか。はい、お願いします。進め！さあ、そして、もう一部隊ぐらいいける？で、4ヶ月後には兵糧も入るから、結構ガンガン攻めちゃってもいいんじゃないかな。じゃあ、とりあえずここを中心に攻めておこうか。さあ、次は鍋島直重も呼びましょう。いけるか？よし、兵糧はあるみたいだね。さあ、行くぞ。あー、終わっちゃった！もう、ダメだった！じゃあ、ここ潰すしかないな。まあ、とりあえず、はい。で、これは勝つなが勝って。もう勝っても意味ないな。じゃあ、そのことじゃ、はい、すぐ行きなさい。で、ここで落とした。無念だな。で、合流して、じゃあ、この辺攻めていこうか。さあ、行くぞ。さあ、まず、どこが戦いになる？戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。じゃあ、直接決戦の指揮を取ろう。ここの戦いは大事かもしれない。はい、下津の戦い。島津義久 VS 北条氏国。あ、北条が出てきてる。でも、兵数は私の方が断然だね。さあ、やってるぜ。で、ここで一応パーフェクトゲームか。で、一部隊壊滅させて。で、内国ももうすぐ死ぬ。オッケー。あー、としまった。小石雪長さんに死なってしまった。ごめん。完璧油断してた。やっぱ強えな、内国。やるじゃねえか。オッケー。しまった。先方ゲージ全然使ってなかった。ちょっともったいなかったな。よし、オッケー。我らに負けても恥じることはない。で、舞台は全滅させた。これで
相当攻めやすくなるはず。さあで、ああ、この人だ。はい、知ってる知ってる。王の瞬だ。で、ここはじゃあ、強行6日で。はい。みんな、で、ひどすが仕掛けてみた。で、私もじゃあ仕掛けよう。はい。じゃあ、足柄精錬か、まずは。はい。皆の力、合わせよう。さあ、足柄の能力存分に、ひなさせるぞ。はい。で、下津以上落とした。オッケー。まあ、ここは簡単に落ちるか。はい。じゃあ、どんどん投稿してこい。正しくない。ただ、浮竹と細川家を飲み込んじゃったからな。これは相当手強いぞ。じゃあ、こっち。はい。出陣するぞ。で、この辺が全然兵いないね。さあ、攻め放題だぜ。で、ここはじゃあ、強行13日。落ちるね。落とした。はい。はいわ。勝ち時を上げよう。じゃあ、もうこの辺の。ゴミたちを掃除するんだ。行くぞ。皆の者、我に続け。で、豊臣家より交渉の申し訳ございます。軍馬8000で壊しておると無理だ。それは安すぎるっすよ。さあ、では次は。高田城も落ちた。おお、いいね、いいね。面白いように、お城が落ちる。じゃあ次はこっち。さあ、これで、毛利と豊臣家を分断できるかな。で、キッカーとの同盟が期限切れになった。了解です。報告いたします。表情を始めよう。表情でございます。で、兵糧もだいぶ心配だな。はい、楽市ラズクザ執行ができる。そうだな、ここはじゃあ商業と軍事だな。はい、ピッカーナイス。おお、上曽我部元親と神戸。ナイスナイスナイス。じゃあここは加藤清正。これにて表情を終わる。さあ、まずはじゃあこれ欲しかったんだけどな。まあ取れないか。じゃあ次は精鋭鉄砲で鉄砲攻撃力上昇大で。はい。で、次はもう取れないか。まあいいでしょう。はい。さあ、続き行ってみましょうか。みんな、さあ、まだまだ気合を入れろよ。来るね。はい。猛攻号令か。で、津山城到着で向かってってるっぽいよ。気をつけてね。はい、強攻22日。さあ、ここだ。戦場は狭く勝敗の行方は分かりません。じゃあ直接決戦の指揮を取る。行くぞ。はい、三木の戦い。立花宗茂 VS 毛利勝長。毛利勝長はね、強いんですよ。さあ、行くぞ。さあ、行ってみましょうか。はい、海戦三木の戦い。行くぜ。後に続け。さあ、まずは、奈落、うずめびで、ここに、のろしを置きました。じゃあ、こののろしを守っていきましょう。ゲチ、はい。さあ、で、ちょっと舞台数が少ないかな。覚悟せよ。さあ、じゃあちょっと固まろう。みんな進むのだ。行くぜ。で、ちょっと範囲に入るとちょっと向こうは攻撃してくるよ。気をつけて。さあ、来るかな。で、向こうも同時だ。あー、で、鉄砲食らっちゃった。なんでしまった。じゃあ行こう行こう。ご命令を。参ります。さあ、行くぜ。ご命令ください。さあ、じゃあ鉄砲。はい、鉄砲。守りが甘いぞ。嘘、渦めびの意味がない。参ります。始めるぞ。じゃあ行こう。はい、やりたい。前へ。攻めろ攻めろ。攻めるか。ここ覚悟せよ。向かえ向かえ向かえ。やりたい。二部隊で向かえばなんとかなる。叩き潰せ。で、それを阻止せんと上がごとくに壁を作ってるね。で、多分罠があるかもしれないけど、まあ気をつけて。で、そっちにもいたよ。で、なんとか のろしがあるけど頑張って。で、ちょっとぶっ込みすぎだよ。名刺も、名刺が、気をつけて。参ります。はい。あー、くそー、敵さんがいた。で、本陣結構いたいたいた。まず気をつけて気をつけて。で、壊滅一部隊。すげえ。参ります。で、ここ参ります。元地か、防いで。いいところ、掴みました。さあ、でもちょっと、ちょっとやばいな。覚悟せよ。で、釘さん壊滅。やりちょっと攻撃力が半端じゃねえ。逃げよ。始めよ。さあ、で、勝ったがそこにいたか。で、いけないか。じゃあ、早く早く早く、のろしを潰して。で、こっちか。始めよ。
参ります。で、こっち始めるぞ。で、胸式もちょっとやばかったな。このままだ。で、こっち、狂言が入っちゃってるから、銀長様こっち。恐れるな。で、バトンマシーンで早くそいつを潰して、脳死を潰して。はい。お命令ください。脳死潰して。現地。で、この脳死を守ろう。はいよ。始めるぞ。やりたい。はい。さあ、かかるかな。ご命令を。はい。足がるたい。前へ。うん、かかんねえな。みんな進むのだ。で、まず脳死を潰した。じゃあ、次こっち。はい。やりたい。いやー、まずここだ。まずここ。で、のろしはまだある？潰れたっぽいな、のろし。あ、まだあるか。おいおい。はい。さあ、攻撃せい。前へ。で、雨を降ってきたから、もう、鉄砲撃てないよ。じゃあ、鎮西1。鎮西1の我が部、その目に刻め。さあ、まずは総部隊潰すぞ。やりたい。前へ。やりたい。構えよ。よし、オッケー。じゃあこっち。敵の居所。官兵頼むぞ。はい。で、こっちも潰したから。始めろ。で、こっち潰せ。始めるぞ。さあどうだどうだ。足がるたい。前へ。で、渦にかかっちゃった方、肩かかっちゃったんだ。やばいやばいやばい。じゃあ一芸で、はい。時には大一芸塾だと。はい。攻め込まねばな。で、こうしよう。で、こいつの追撃は、じゃあ、胸重任せよ。はい。さあ、こいつをちょっと、あー、壊滅。で、バトルマシーン、お願い。やりたい。前へ。で、壊滅。じゃあ、次はこいつ。参ります。狙ってって。まあ、なんとか、いい感じで進んでるけどね。ゲッチ。参ります。はい。やりたい。前かな。やりたい。前。さあ、とりあえずそういうことするぞ。で、そういうことするぞ。で、神戸がちょっとやばい。やりたい。構えよ。あー、で、共有されてたのか。待て待て、ごめんごめん。焦った。参ります。はい、行くぜ。始めるぞ。さあ、続いて。で、こっち来なさい。神戸がやばい。恐れるな。練り上げし我が軍。で、こっち来る、こっち。始めるぞ。で、カンベは下がりなさい。で、もう脳死が潰されたか。いや、まあ、追ってるからいいか。やりたい。あ、で、なんとかギリギリ脳死が残ってる。やりたい。前へ。で、こっち覚悟せよ。で、じゃあ鳥を壊してください。あ、じゃあ、鎮西1。鎮西1の我が部、その目に刻め。さあ、こいつを速攻で潰そう。攻撃が入ってもうすぐ死ぬ。ちょっとそれまで頑張って戻しか。さあ行く。はい、こっち。はい、銀長ちゃんも。胸しげ、胸しげ、胸しげ。参ります。覚悟は良いか。さあ、これでもう勝ったも同然ですな。はい、じゃあここから、はい。さあ、どうだ、OK。やりたい。前へ。よし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 。で、どんだけ残ってるかな、兵。この志17,000、決して砕きはしない。で、部隊も壊滅した。攻め放題だぜ。よし、名義長も速攻でした。 OK。 で、次はこの辺どんどん取れていけないかな。行こう。後に続け。さあ、向かえば落ちるかもね。みんな、さあ来るぜ。気合を入れろよ。はよ。で、こっちも落ちた。 OK。勝ちよ。さあ、じゃあ次はこっち。はい、どんどん落としても。さあ、どんどん落としても。で、落ちた。 OK。 黒い城も落ちた。じゃあ次は行きます。ここだな。はい、福知山城。後に続け。さあ、この辺一体取っていこうか。刈り取ってやる。 OK。 さあ、城に兵が戻る前に落とすぞ。はい、出陣します。落ちた。お、すごいな。数週間で城3つ落としたもん。4つ目いける。出陣します。いけそうだな。で、津山城も落とした。オッケー。よしよし。で、捕獲したのこいつ。ああ、なかなか強い人。はい、逃がそう。さあ、これで3万呼びました。小西行きながらか。よし、行ってもらおう。兵糧は切れる。大丈夫大丈夫。出陣しよう。みんな、
さあ来月には兵糧が入るからね。はい、大義名分。さあ戦意を戻したね。で200城落とした。すごいな、破竹の勢いや。はい、で太田牛一が守ってるね、ここ。出陣します。湯師山城かな、有子山城間違えちゃった。あーで兵が戻ってる、なぜだ戦場は狭く勝敗の行方が分かりません。じゃあ、いや大丈夫でしょ。この志ほら決して砕けはしない。お、城から打って出てきただけだもん。よーし、オッケー、パチドキを上げよう。ここ行くぞ、後に続け。あれ来てるか。じゃあ手を打とう。こっち行こうか。ほい、いざ参ろうか。さあ行くぜ。で武田城、はい到着。強行28日。はい、さあ兵糧は大丈夫。よし、オッケー、持った。さあ秋になって病がはびこっているようです。やばい。で元近が病にかかったか。で兵糧は17万入った。よし、まだまだ戦いけるぞ。ご命令よ。ただ病が心配だな。さあ今豊臣家との戦いはまだ4ヶ月か。4ヶ月にしては相当落としたけどな。まあ、合戦に勝ってるとやっぱいいことあるね。はい、姫路城到着。ここはじゃあ方位94日か、いや水攻めでいこう。はい、で他は、はい武田城落とした。オッケー、打ち砕けだ。でこの人を投与して、この人は逃がそう。はい、じゃあ宗茂をちょっと騎乗させようか。待って待って、じゃあ部分入城だ。じゃあこうして、でこうしようか。はい、じゃあ入城させます。で義弘が総大将になって、で合流。次はこう、こう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 、ちょっと時間かかるけど、まあいいでしょう。で目標は、じゃあこっち行く。わあ、秀吉がじきじき出てくる。振り返るな、やってやろう。進め。で暗黒 JK が説得に応じてくれると。お前私を裏切っただろうが。駅はどこにいる。大垣城が遠いな。でこの人は天神山城か。じゃあとりあえず、はい、まあ話でもしてあげ、あ、うん、はい、はい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 。で、はい、オッケー。で金銭3941で逃がれて。はい、で確か天神山城そこにいるね。うん、じゃあ寝返らせようか。はい、寝返り、はい、そこか。まあ意味ないか。はい、でこれで動揺が走るはず。はい、さあで原稿録、はい達成。でそっち向かってるから、鍋しげ気をつけてな。鍋しげ直しげ。はい、さあ天神山城落とした。オッケー、勝つためなら。さあでまあ逃がしてあげるよ。はい、かたじけない。この辺の人たちはなんかあんま知ってる人いないな。多分この辺に固まってるんだね、有能な人たちが。じゃあ次は大阪城行こうか。はい、じゃあ次は暗黒 JK とも連絡をしておこう。はい、直しげお願いします。さあ AK、 もう一度裏切ったやつが私に何の用かな。はい、でこういいね。じゃあお家再興しましょうか。はい、さあこれどこが再興するのかな。じゃあ一回やってみようか。はい、さあ行くぞ。さあ、お、小浜城だ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ小浜城を精一杯守りましょう。はい、水攻め完了。で姫路城が水没。よーし、まあこれ時間の問題だ。まだ領内に敵が迫っております。29,000だって。待て待て、ランセやばいやばい。待て待て、やばい、お守る。えい、で何日、27日か。じゃあこっち、島津義弘はこっち、こっち行こう。はい、で28日後かな。こうでもきついな、ここで戦えないかな。はい、振り返るな、進め。さあどうだ、義弘は大丈夫だと思うけど、それか私が行こうか、こっち行くかだな。進むのだ。さあどうだ。はい、で暗黒寺攻めてくる。頑張って、力を貸すぞ。
で、そっちに行ってるからね、気をつけて。しまった。えらいタイミングでやってもうた。さあ、どうなる？さあ、まずはこう戦いになった。戦場はすごく勝敗の行方はわかりません。じゃあ、直接決戦を仕掛けておる。誰だ？クキさんだ。ハブの戦いかな？小西稲賀 VS クッキー吉高。さあ、行くぞ。さあ、行きましょう。はい、回戦ハブの戦い。いざ参ろうか。さあ、クッキー吉高覚悟。じゃあ、まずは、ここに、水鉄砲と、水鳴りを置いたから、まずはかけよう。さあ、そして、こっちだな。こっちも舞台がある。で、のろしもあるか。できれば潰しに行きたいけど。さあ、ちょっと、舞台数は互角なんですけど、舞台の数が少ない。さあ、まずは、向こうが、こっちにかかるかどうかな。どうだ？じゃあ攻めよう。で攻めつつ茎を見てこっち行くみたいな感じにしようか。はい、さあ行こうぜ。で睨み合ってるな。じゃあ茎さんこっち来なさい。でこういこう。さあ始めようか。こっちの帽子はちょっともう大取り。敵の居所さあ来た。知れましたな。ご命令を、まあ、ご命令を。はい、でうつめりがあった。もうしまった。騎士も食らってる。まずいまずいまずい。しまった。のっけから大ダメージ。はい、ここ。さあ、そして騎士もいた。で、おとりちゃん、ほっせっこ。いこう。もう行くしかねえ。こうなった。やりたい。さあ、そっち、こっち行くぞ。命令してくれ。雨降ってるから、鉄砲が食らわん。もう行くしかない。はい。始めよう。今ぞ、攻め込め。さあ、ここ、鉄砲水かかれ、まず。で、総大将は、あ、よし、鉄砲水かかった。足が痛い。前へ。この辺にいねえな、総大将。で、まず奇襲が入った。で、こっちじゃ、ストッピン。足が痛い。前へ。ね、じゃあこっち。はい。覚悟せよ。ね、で、こうして。覚悟せよ。で、こうして。で、勝つしげ、勝ったよ、こっち。はい、じゃあ、乗り勝負して。やりたい。前へ出て。さあ、距離入ってる。切り込め。まずこいつを潰すか。始めよう。はい、投げ払え。さあどうだ。まず一人目壊滅で、じゃあこっち行こう。もう3部隊で行きなさい。とりあえずノロシはやばい。覚悟せよ。でこっち行こうか。さあ、はい、始めようか。頑張れ。敵の居所知れました。投げ払え。トントで総大将がいた。ここはどうするか。そうだな、わかんねえな、ここは。とりあえず、じゃあ、何やっていいかわかんないな。どれも微妙な、あれだもんな。はい。ねえ、始めよ。ご命令を。さあ、じゃあ、こっち。始めるぞ。切り込め。でも、悪くはないな。始めるぞ。じゃあ、こっち行こう。はい。始めよ。どうだ。まずここ追ってきなさい。さあ行こうぜ。はい。で他の大部隊は私たち今が、はい、一旦引きます。壊滅で次はこっち。はい、質は私たちの方が圧倒的上だから。はい、鉄砲覚悟せ。はい、鉄砲始め。はい、鉄砲投げ払え。いけいけいけ。で、ちょっと土井さんはちょっと下がろう。悪いがその首やばい。もらっていく。で、こっち、はい、切り込め。はい、覚悟せよ。他の人たち行って、はい、始めるぜ。で、ちょっとやばい、やばい、これ下がりな。こっち助けてあげて。始めよう。やばい、やりたい。大丈夫か。前取り終える。で、まず壊滅。武器さん頑張って。はい、始めよ。よ、あーダメか。やりたい。前へ。どうしたんだろうな。ゲッチ。で、壊滅 OK。投げ払え。さあ、これで勝ちましたけど。豊臣討伐相当順調だけどな、今。優雅な戦であったな。ていうか、宗茂ね、合戦めちゃめちゃ強い。助かる。やりやすい。さあ、ハブジ落とせるかな。はい、逃がしてあげるよ。はい。かたじけない。
よし、ハブ城戻した。悪いが、行くぞ。負けられぬのでな。はい。じゃあ、かたじけない。はい、で、こっち間に合うかな。まあ、いけるでしょう。はい。進むのだ。さあ、これで、暗黒事件って読むのかな、暗黒事件。さあ、守るぞ。勢力相当大したことないけど。まあ、いいでしょう。はい、それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくお願いします。でした、さよなら。